はい、どうも皆さん、トライアングルです。ついにこの時が来ました。はい、今回なんですけど、今回のキーになる、まずキャラクター紹介します。こちらでございます。はい、次くに、よりち。はい、こちらの、まあ、スポンエッグ、皆さん、まあ、結構見てくださった方というか、知ってる方多いと思うんですけど、こちら、次くによりち、もう最強の剣士です。もう、どんな敵だろうが勝てない。しかし、今回、私、無惨様の血を使って、よりちを倒したいと思うんですよ。トライアングさん、前やったじゃないですか。ボコボコされたじゃないですかって。違うんですよ。今回ですね。まあ、飲む量は、前と一緒ぐらいかな。まあ、約200個。飲ませてのもらうんですけど、まあ、本当は999個飲みたいんだけどね。200個飲んで、でですよ。今回皆さん、アップデートで何が来ます?どうも、上限の2の1の、国志望と申します。まあ、今回何が来たかというと、そうでございます。こちら、国志望くんが追加されたんですよ。でも、今回、使うのは、この、スポイクじゃありません。はい。今回使うのは、じゃん、こちらでございます。そう、国志望の刀。まあ、第二形態といったところかな。はい。まあ、これが本来ね、国志望くんの刀、国志望の刀なんですけど、半分以上いくと、この国志望の刀に変わるんですよね。この、攻撃力18。そして、さらに、まあ、見てみましょうか。はい、このように。超かっこいいでしょう。やばで、まあ、呼吸が使えるわけです。この、ほら、これとかね。もう超強いの。どれが多分個人的に一番強いのは、これだと思うんだよな。この、4の型になるのかな多分。違うか。これあれらしいですね。その第二形態になると、4の型以上、6の型、なんか、よりさらに上みたいになるみたいな。だから個人的には、これかな。これで、ちょっと、よりちと戦いたいんですよ。はい。なので今回、無惨様の血を、200個飲んで、そしてこの国志望の刀で、よりいちを倒せるのか、やってみたいと思います。そして、ちょっと申し訳ないんですけど、国志望くん見た目に反して、ちょっとダイヤモンド装備を付けさせていただきます。ごめん国志望くん、ちょっと国志望が。で、さらに、皆さん非常に、申し訳ないのですが、国志望の盾も持たせていただきます。なんでも、でも、あれだ、盾、でも盾しながら呼吸打てるじゃん。あれ?これは?いけるまでは?ほら!これ!よし!これでいける!で、今回ごめんなさい。ちょっと話の途中なんですが、一旦ちょっと盾は置いとこうか。はい。で、今回、この、まあ、いつも使ってるね、フィールドじゃちっちゃいと。よりいちって、もう瞬間、バーンって飛んでっちゃったりするんですよ。もう岩盤突き抜けちゃって、なんか、その、フィールドから出ちゃうってことがあるので、今回かなり時間をおかけしまして、はい、こちら、はい、フィールド作りました。めっちゃ作るの大変だった。この広さならね、多分、よりちも、多分戦えるというかね、平等に戦えるんじゃないかなということで。で、さらに皆さん、こちら、現在ね、アップデートで、進歩というもので、柱になると、前ちょっと今サバイバルモードにしてみようか。ゲームまわる。バイバイ。そうするとですね、体力が、まあ、2段になっていて、かつ、スピードもこのように上がっております。そして、ジャンプ力も、こんな感じで上がるんですよ。なので、これの状況、柱になって、さらに無惨様の血をゲットして、こちら、月の呼吸、使ったら勝てるでしょ、と。行きましょう。はい、こちら、盾。いや、それぐらい強いからね。この、よりいちはね。だから、まあ、それをする価値はあるかなと思いますので。じゃあ、まず、とりあえず飲む作業から始まるかな。ちょっと今から無惨様の血を大量に飲みたいと思いますので、少々お待ちください。はぁ、あ、美味しいの無惨様の血は美味しいのはぁ、老体に染み渡るわい。よーし、さぁ、行きましょうか。オッケー。で、一応暗視のポーション飲んで、で、クリエイティブにして、ちょっとご飯だけね、いただきますが、よろしくお願いします。鬼の力が高まっていく。そして、ご飯、まあ、あんまり多分食べる時間ないと思うんだけどね。はい、一応ね。で、これで、まず、出します。まだ襲ってこないでね。で、ここで、僕は、サバイバルモードを、この、外から、やります。で、入っていって、戦うと。行きましょう!緊張する!待って、基本これね、基本これ。ガードしながらできるから。ガードしながらできるの強いよ。これは勝てるでしょ。
さすがにこれで負けたらもう知らん。行くぞ。いざ。こんにちは。よっしゃじゃ、うえ、お、よっしゃ。嘘。先手必勝。あれ、鬼になってるよね。来た。え、じゃあこれさ、ちょっと待って、もっと出してみよう。もっと出してみよう、これ。より以上めっちゃ出して戦ってみようよ。待って、これ勝てるって。あ、これ負けない、これ負けない、私負けない気がしてきた。じゃあより以上10体出そう。10体。1、2、4、6、8、よし、これで勝てる。あ、待って、より一くん向こう行かないで。ダメ。あー、向こう行っちゃった。より一くん、まあいいや、ここで倒すか、まずより一を。さあ、闇のゲームの始まりだぜ。カイバー、行くぞ。うわー、よし、まず一人、これいけるぞ。あ、やばい、まだ呼吸つかる。おー、違うのだよ、明智くん。違うの、明智くん。待って、ごめん。違うの。呼吸がね、まだクールタイム終わってなかったの。じゃあ、ゴーストオブツシマみたいな感じで、こっそり一体やってこうかなと思ったんだけど、まだクールタイムまだだった。ごめんね、よりちくん。ちょっともう一回やっていいか。え、なくなってる。オーケー、よし、これで。しかもさらに雨にあれだね、その上ずることができると。よし、これでクリエイティブモードに一回して、でですよ、10体出します。またいやー、でも10体ね、こっそりいけば一撃で倒せるから、4、5、6、7、8、9、10と、 OK、 こっそりいけば勝てると思うんだよ。今のはちょっとね、呼吸のタイミングとかクールタイムをちょっとね、見余ってしまったから。よし、これでさらに闇に紛れていきましょう。そして暗示のポーションを飲みます。で、これでサバイバルスタートだ。いくぞ。やめてくれ。あ、開いた瞬間こんにちはいますよみたいな、やめてね。てか、こんだけ体力あったのに一撃やったの、より一やばくない。はい、こんにちは。ホラーじゃん。え、どうしよう、ちょっと待って。よし、よし、オッケー、バレてない、まだバレてない。いけるぞ、これ。で、クールタイム終わった。あれ、一気にやるか。あそこらへん。よし、きゃー！無理だー！一撃がマジで強すぎる。無理だ。はい、ということで、今回ですね、もう、上下の一さん、もう、国志望さん逃げております。より一から逃げておりますが、今回ですね、無惨様の血を200個もらい、かつ、その、柱になり、そして、防具も完璧にし、月の呼吸を持ったとしても、勝つことはできませんでした。はい。まあ、でも、1対1だったら、一撃で倒すことができたので、だから、まあ、今度、もっと無惨様の血を飲んで、ゴリ押しで10体倒せるようにね、ちょっと頑張っていきたいなと思います。はい、ということで、今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価、そして、ベルマーク、よろしくお願いいたします。じゃあ、お疲れ様でした。バイバイ。